五神線は、かつて、奈良県五条市の西日本旅客鉄道和歌山線の五条駅と、和歌山県新宮市の既成本線新宮駅を結ぶ、計画だった日本国有鉄道の鉄道路線である。またはこの路線に先行して開設された、国鉄の自動車路線である。五条駅を東村坂本間を、坂本線として、先行開通させる予定だった。 ご新線の沿線は、吉野杉などの木材の産地で、鉄道によりその輸送を担おうとする動きがあった。地域からの陳情が実を結び、1922年、鉄道不設法別表82号に、奈良県五条より、和歌山県新宮に、イタリル鉄道として予定線になった。その後、右与曲折を経て、1939年に、建設に着手した。二見。 吹きルートや、橋本坂本の橋新線、吉野口滝の喫走線、吉野口熊野市の吉木線など、ルート決定までには、衝突があった。太平洋戦争のため工事が中断するが、1957年に工事を再開し、1959年に五条駅から西吉の村上戸まで路盤が完成した。しかし、 西吉野村内に予定されていた駅の設置数が、思惑より少なく、バスであれば、随所に停留所を設置できることから、西吉野村は、鉄道としての部分開業に反対し、バス路線としての開業を主張した。この対応に、地元は、っ二つに割れ混乱する。さらに近畿日本鉄道がご所線を、 近鉄五所駅から五条駅まで延伸し、そこから五条坂本に乗り入れるため、五条坂本の電化工事を負担し、安倍伸橋駅から電車で乗り入れる構想を表明し、南海電気鉄道も同様に工事費を負担し、南波駅から橋本駅経由での軌動車運転の構想を表明したため、混乱に拍車がかかった。しかし、近鉄、 南海両社の乗り入れ案は却下され、五条木戸のうち 11.7km の路盤をバス専用道路として暫定支援をする一方、木戸坂本は引き続き建設し、この区間の完成後はバス専用道路を鉄道に切り替えるというバス派と鉄道派の両者を立てた決着が図られた。その後も木戸坂本の建設工事は進められたが、1979年に 建設予算が凍結され、さらに国鉄再建法施行に伴って1982年には、工事自体も全面的に凍結。その頃にはすでに国道168号の整備が進んでおり、モータリゼーションが進展する中で採算が見込めないことから、結局列車が走ることなく、計画は断念された。5条、木戸間は国鉄、JR バス専用道路として、 国鉄、西日本 JR バスが、路線バスを運行していたが、鉄道でなく、バスであったために、五条駅での乗り換えの煩わしさがあったこと、並行する国道168号の改良が進み、バス専用道路の優位性がなくなったことから、開業時は続行運転をしていたほどの乗客も、ほとんどなくなり、二千二年十月一日に、JR バスは撤退。その後は、 地元自治体の委託を受ける形で、奈良交通の路線バスが運行された。しかし便数は減少の一途をたどり、2008年3月時点では、土休日は、早朝の一往復だけとなっていた。さらに、絹笠トンネルの状態の悪化など、バス専用道路施設の老朽化も進んだことから、2014年9月30日を、もって、運行を終了し、 翌10月1日に廃止された。なお代替として、並行する国道168号経由便を増便している。かつては、遮断機が設けられていた箇所もあった、専用道と一般道の交差地点は、後に一般道が優先となっており、専用道を走るバスは一時停止が必要で、同じバス専用道の白鳳線とは対照的である。 2016年に、旧国鉄後新鮮鉄道構造物群が、土木学会戦勝土木遺産に選定された。紀伊山地を鉄道で貫く、大構想にかけた先人の志を未来に語り継ぎ、沿線住民にも親しまれていることが評価されたもの。五条野原金瀬駅戸立川渡坂本、上野地風屋から折立本宮新宮 JR。 五条駅五条町大川橋南水目から、野原弁天前から、五条病院前引く、霊安寺高霊安寺第二発電所口から上、柏原育子、高泉神の金星、向井金星大日川絹笠黒淵木戸。ありがとうございます。